ごめん、結構待たしちゃったかな。いらっしゃいませ、何名様ですか？二人です。窓側の席でお願いします。じゃあ行こうか。何にする？はい。ここのパクチータロイモミルクティー美味しいらしいよ。すいません、注文お願いします。はい、ご注文をお伺いいたします。パクチータロイモミルクティー2つ。氷少なめで砂糖は半分で。はい、お願いします。お作りしますので少々お待ちください。ねえねえ、早く飲んでみて。なんかね、特別な味がしてとっても美味しいよ。どう？美味しい？え？もしかして好きじゃなかった？ねえねえ、今からさ、川の方にお散歩にでも行かない？我是阿布玛利亚，刚刚的游戏你通关了吗？没有的话，就来一起学日文吧。我来台湾已经五年了，大部分是用中文跟大家互动。常常有人问我，你是怎么学中文的呢？可以教我日文吗？我才发现大家对日文很有兴趣，但不知道怎么学，学了也不知道怎么用，所以我决定要帮助大家学会。真的可以运用在生活中的日文です。课程会教你基本文化，再教你无骨主题的情境句型，还有最道地的日本人聊天术。我会分享我学习语言的秘诀，和专业老师一起做出有趣又专业的内容，让你们去日本旅游的时候能够勇敢开口说，也能更了解你喜欢的动漫等日本文化です。我还会教你怎么用日文打字，怎么跟日本人沟通，绝对是超实用的日文课哦！希望学习完之后可以变成你们来跟我讲日文哦。阿部玛利亚です。今すぐ私のクラスに参加してね。喜欢日本就来和日本谈恋爱吧。